はい、えー、それでは、ミキ様、えー、こんにちは、どうもです。え、ちょっと待って、インスタの翔馬くんの絵、この翔馬くんが描いたの、木更木24様のアイコンの絵を、えー、描いた人とは別人なんだけど、翔、え、馬、ー、くん、私と同じ画伯だと、えー、にまにましていたのに、もうにまにまできないじゃない。かぶくんツイッターにも上げている人がいるから見れるかも、宇野昌馬キツネで検索すれば出てくるかな、えー、キ,ツキツネの絵だよ。 狼みたいなイケメンキツネ、えー、見てきました。ありがとうございます。あの、僕もね、狼かと思っちゃいましたね。うん。えー、とても上手でした。えー、おじいちゃんの影響で最近絵も描いてるんでしょうかね？それとも、なんかリラックスで絵を描いてるんですかね？えー、本当にそう思いましたね。かなり上達したのかなっていう感じが、えー、します。うん。えー、まあ、この今回ね、色々こう問題あった。 いろいろこうねアンチじゃなくて炎上があったと思うんですけど、えー、まあこのお話によって、えー、いい方向に変わっていけばいいなと思ってます。はい はい、えー、エミリーさんよろしくお願いします。えー、誰か一人のことを言ったわけではありません。結局、宇野選手のファンも集団で平気で人を名ぞきまくる。えー、現地で見てもいないことも、えー、悪意で広められた情報を真実と信じて、えー、集団の中で拡散して偽の真実を作り上げる。えー、苦しめられているはずの宇野くん、あ、宇野アンチと なんだ変わらないことを結局自分たちもやっている。今回彼女のファンで現地でバナーを持って写真を撮っていたのは彼女と同じか、それより年下の子がほとんどだったそうですということですよ。これだけ上から目線で批判をしたことで若いファンを動員できるスケーターの心を壊し若いファンの目を摘んだ可能性をもっと重く捉えなければなりませんということですね。今回だからか結構 まああの間違った情報も結構広がったということなんでしょうかね。勘違い情報というかね。うん、で、えーっとまあ、今回、だから、えー、許可をされていたところもあるんだけど、まあそれが、えー、伝わってなかったというところからでしょうかね。うん でまあ、いろんな、昨日も話しましたが、えー、感情の絡み合いとかってあるかとは思うんですけどね。でも、年下の子が多かったんですね。そういった子たちっていうのは、今回の件については寛容なんでしょうかね。寛容というか、その理解をされている方が多いというか、そういう感じなんでしょうかね。うん。はい、ということです。 えー、ジャパンイスラエルユニティさん、こんにちは、どうもです。えー、今、カブくんの登録者数が7770人になっていて、なんかラッキーな気分。あと7人で7777 77人です。それを見てたらさらにラッキーだな。うん。で、ラッキーセブンっていう感じですけどもね。うん。これはね、 あの10人ずつの表示になってるんで、それが表示されないことがね、あるあるというかな、なってるんですよ。なので、であの見れたら本当、ラッキーだったんですけども、まあ、上下はね、結構してるので、うんえー、シュマクマリンちゃんの件ですが、マリンちゃんはファンのために良かれと思っていたコードだったのかなと思っ 思いましたインスタの写真を見てみたらとっても可愛い二2人でほっこりしました。スーくんがマリンちゃんをかばうためにえ写真を上げたり、ナウボイスでコメントをしたのならとても真摯な対応だ,ったと,た対応だと思うしえ、彼女からしたら惚れ直したよね。普段ホワホワしているのに意外に男気があるのがつもりました。うん、日本のアイドルは恋愛禁止とか本当に大変だと思います。アイドルだって恋をするし、私は恋をしてドキドキしたり悩んで成長する 方が人として魅力だと思っています。若く美しいカップルが長く続きますように心から願っています。うん。で、本当にその日本で、ね、アイドルの恋愛禁止っていうのはこれは海外とかだと少ないんでしょうかね。ベルギーは多分普通に自由な気はしますよね。うん。 はいまあ、日本のアイドルは、まあ、芸能人だったりとか、まああの、スポーツ選手に対しても、まあ、精神的に、まああのね、感性的に禁止,で禁止のような風潮を作っているのかなという気はしますよね。ファンの方が えー、その選手だったり、えー、その人に対してどのような気持ちで、えー、ファンになるのかっていうところが結構肝心で、その選手のステージが好きで、えーまあ、ファンにな,るなったりするのはいいかなとは思いつつも、まあ、恋愛までこう入ってしまったりすると結構ファンの方にとっても辛いと思うんですよね。うん、例えばそれが実を結んで、ファンの中で結婚とかっていう、まあ、結婚や恋愛とかする可能性もあるとは思うんですが、まあ、あのどこまで いっちゃうのかなっていうのが、まそれは僕はちょっと気になりはしますよ。うん。あの本当にね好きになってしまったらファンの方だって苦しいと思うので、まああのもう例えばアタックして好きなんですよ付き合ってくださいって言いに行くしかないですね。でそれで振られてしまってえそっかダメだったのかってなってもう落ち込むのかなっていう感じなんですかね。なかなかねあのそのどこまで入りたいのかっていうのが。 僕は知り,知りたくはなりますね。うん どこまで行きたいのかなっていう感じ、フィギュアスケートその演技が好きで見ているのか、それともその選手が最初は演技が好きだったんだけど、だんだん入り込みすぎちゃって、そのうう人自身が好きになっちゃう、恋愛、恋をしちゃうっていうことなんでしょうかね。そこら辺のえさじ加減っていうのがまあ難しいですよね。うん。古敷からからからさんよろしくお願いします。カム君おはようございます。アイスタンスのハイポーズのハイパーさん、ボートでしばらく休んでたんですが、本当は 初期の癌だったそうで、なかなか体調が戻らなかったそうです。えー、ワールドでメダル取れてよかったです。うんえー、ちなみにハイパーさんは、ポールではないただ結婚しましたということみたいですよ。なるほどですね。うん、はい。癌だったらしいですね。でも初期の癌んっていうことなんで、治ったということでしょうかね。うん、はい。これは猛暑だったという、猛暑でしばらく休んでたんですが、本当は初期の癌っていうことは、結構これは大変だったんですね。うん 皆ささんんここれ知ってままましししたかはいといいいととうでござすすが佐々木さんよろしくお願いします本当に選手を応援をするのなら出待ち制度はしない方がということですね。うん、だからさっきも言ったようにどこまでこうファンの方は、えー、その選手に入り込みたいのかどこまで行きたいのかっていうところが、まあ、あれですかね、うんはいあ。これはちょっと後で話していきたいと思います。うん えー、島村さんよろししくお願いしますえム、ー、村です。青木さんは C なんですね。これは、ノッティングヒルの恋人という、ジュリア・ロバーツ主演のスター女優と、一般人の恋愛映画の主題歌で、とても美しいメロディーです、えー。東京選手権か関東選手権で見れるのが、今から楽しみです。あ本当ですか、えー、気になりますね。C っていう曲も、ノッティングヒルの恋人もちょっと知らなかったんですが、これは楽しみにしていきたいと思います。 青木選手はええー、今シーズン本当に活躍をしましたのでえー、この調子でいってほしいですよね。ミンサー G の振り付けということですよね。うん。 えー、YM 様、よろしくお願いします。えー、カムさん、ショム君のキツ,キツネの絵、見ましたかツイッターなんかにも上げてくれている人がいます。私も何度も見てしまって、まさか彼のスケートではなく、絵のリピが止まらなくなる日が、えー、こういうことは思いもしませんでした。なんか狼のようにも見えた。目がすごく印象的でしたね。うまい、もちろんうまいんだけど、えー、上手なんだけど、それだけではない、人の心を引きつけるを、えー、キツネさんだと思うんです、えー。スケートと同じですね。うん あのそういう感じがしますよ。いつ,あいつも何か騒動があると、えー、スケートで周りを黙らせてきた翔馬くんでしたが、今回は絵で黙ら,黙らせたのかな黙らせるのかな吉江、えー、さん、全体としてはデフォルメもなく、写実的に見えるんだけど、えー、目立てが人間、あわかりますね。目立けが人間っぽくて、えー、それが何を語っていて、えー、そしてその目が翔馬くんに似ている気がするのは私だけでしょうかああ、でもね、もしかすると、 今の心境であったり、そういったものって絵に出ますよね。だから、その,あの思いが絵に入ってるんでしょうかね。私は絵を描く人ではないのですが、兄弟に守備で絵を描く者がいて、心地よい集中力だそうです。うん。スケート以外のことの集中できてよかったのではといろいろ考えることもできたと思います。すごくいいことだと思いますよ。あの、これはフィギュアスケートに対して、あの、表現も良くなるし、 心も癒されると思うんですよね。非常にいいことだと思います。絵を描くっていうのはね。えー、今、オフは夏、座長級のアイスを渡す、えー、試合と違って、ただただ最高、えー、の演技をすれば、それいいっていうことではないと思うんです。えー、コストを集客、危機管理、ビジネスとして行うのであれば、考えなくてはいけないことはたくさんあって、直接諸君が考えるのではなくても、えー、そのために本意ではないことも要求されるのかもしれません。うん 今回のことはそ,そんなこれからのえ良い勉強に。 なんだか隙を見せられてしまって、えー、かわいそうではあるんだけどまた何かあればインスタに絵を上げてもらって黙らせる噂が一つ増えましたよ、えー、スケーター宇野昌磨くんのファンではありますが今回画家宇野昌磨のファンにもなりましたうん今回その絵を描いたことっていうのがまあ一連の、まあ、ソードの件でまああのー、黙らせようとして、えー、発表したかどうか分かりませんがなん,必なんか自然自然 流れでですね、えー、結構そういった話の方、絵の方に集中皆さんが向いていけばいいなっていう気はしましたね。うん。今回の件、さっきも話したんですが、まあ結構そこまで悪すぎるっていうか、善意でやったっていうことでもあるので、なんかそんなにはね、えー、叩かずにこれからもね、あのー、ね、そ当にすごく悪いっていう感じは僕自身は正直あんましなかったんですよね。なので、えー、まあ、えっ、ー、と、こういう絵とかを見てね、癒されつつね、 あの宇野選手もファンの皆さんも、ねえー、ぜひあの、ね、向かっていってほしいなっていう、ね、感じはします今回、恋愛が絡んでるっていうのもあるので、まあ、ちょっとそこでちょっとやっぱり、昨日も話しましたけど、いろいろ複雑な思いを抱えている方がいると思うので、まあ、正直それ、そればかりは、ね、僕はちょっと口出しできないですね。うん、ぶっちゃけ、ね、難しいですね。 うん、えー、BNN ホラークさんよろしくお願いします。5月一日に更新された令和5年度のフィギュアスケートの強化選手について女子シングル、うん、特別強化選手、坂本香織、三原舞え島田真央、渡辺倫果、吉田え中井亜美、千葉森だそうですよ。はい えー、この7名ということになりましたね、強化選手 A が青木優奈青木優奈ですね、クーシタイクラです、強化選手 B が川辺愛菜、島山あゆみ、そして木平梨花、奥野友里奈、高木陽村上半田選手だそうです。うん 印象としては、全日本、全日本の順位で決めたのかも。え全日本の順位が悪かったリノちゃん、リオンちゃん、シーズンを欠場した若葉ちゃんの名前はないね。え全日本の順位が下がでもえ、ジュリアの若手選手の名前があるから、あ,あることから、一言で言うなら、将来世、え次世代重視の傾向だねということですね。確かにそうですね。今回のこの強化選手っていうのは、全日本選手権の結果で決めた感っていうのはすごくありますよね。 まあ、青木選手は A 入っていることからもそのようなことは言えるかなと思います。一方、スミュー選手とか松池選手は、えー、素晴らしい質を持ちながらも強化選手から外れてますので、そこら辺がちょっとね、うんポイントにはなっているのかなという感じが、えー、しますよね。うんはい、えー、195点差よろしくお願いします。えー、今回のシ幕ーママリンちゃんの件。 今まで、羽生くんのことでたびたび怒っていた現象にちょっと似てるなと思いました。うん、えー。ことあることに、ごく一部の過激ファンのせいで、羽生ファン怖い、羽生ファンはこれだからみたいなことになって、えー、そのたびに普通のファンがもやもやしたり,したりがありましたよね。それが翔馬君にも怒っちゃった感じかなと捉えています。いろんな、いろいろな感情からや、単なるアンチも含まれていると思うけど、えー、厳しい言動になってしまったり、 過激になっったりりてありますよね、うん、やっぱりアスリートでもアイドル的な見方をされることはフィギュアに限らず仕方がないのではと思います。え地区一騒がれるのも人気者である証拠なんで、えー、それを自覚した上である程度気を,つけ気をつけながら行動をしていくしかないでしょうね。えメジャーリーリグの 大谷選手だって、モテモテでスタジアムのあちこちに渡し結婚してというようなパネルを掲げている女性ファンがたくさんいますよ。本当ですかこれ。面白いですねそこまであからさまだと逆に気持ちいいけど確かに、確かにですね。これからも多分、さらのことでも話題になるし、ちょっとしたことでも叩かれたりもあると思います。え気づけばいつの間にか収まっていたみたいな、えー、でこう感じで、事前にフェードアウトをして、何事もなかったかのように時が過ぎていくんじゃないかなと。あ、その通りですね。今回宇野選手 A を 紹介してますのでそれでいい感じに向かっていってもいいかなと思うんですが、まあ、結構そのファンの方のどこまでファンはあのその選手や人に入り込みたいのかっていうところがポイントかなって思うんですよね、うん、だからまあそのファンの方の所有物になってしまってる部分もあるんでしょうかね、うん、そうなっってくるとやっぱりこう恋愛を 恋愛の相手が気に食わなかったりとか、でちょっと出てくるのかなっていう人気はしてするので、まあ、あのー、そうですね、まあ、この選手イコール自分のものとかってなってしまってるところがあるのでしょうかね。うん。なかなか難しいんですけどね。うん まあでも、今、小野選手、ね、狐、えー、の絵を描かれましたので、それでこう気持ちが、ね、そっちに向いて、ね、いけばいいなっていう、ね、気はしますけどね。うんえー、マリンさん、よろしくお願いします。ISU の新年度とロシア参加問題を考えてみる。えー、しこ,れこれ結構大事ですよね。 これほんと大事。うん。新年のは確か6月からでしょうね。うん。今の時期って今季で話すのか、来季で話すのか、語るのが難しいね。いや、本当ですよね。まあ僕の場合は今期はまだ5月なんで、6月入ったら、まあ次の木っていう感じかなって思いますかね。7月かな。 ですよね、うん、だから引退かアイスタースペアの神経性もバタバタするし、えー、ジュニアからシリアに移行、年齢も絡めてのこともある。えー、ISU がロシア参加を認めたのは、今までロシアが ISU の運営にざっ貢献、ざっくり言えばお金が動い多く動いていたでしょうね。うん、なるほど、えー。ロシアもウクライナ侵略がこれほど長引いたのは大きな誤算で、えー、そうですね。あのー はい、えー、経済状況があ、あのー、大きく悪化です。現,現,状,現,現状では、えー、ロシア参加で、えー、アメリカ、日本、えー、イタリア、カナダ辺りの参加の方が打撃が大きい感じで、今では i s a のお金の貢献度では言えば、アメリカ、日本は外せないと思う、あそうですね、そう思いますよ、本、う、当、ん、そうですね、これ、もしもいなくあったら、本当やばいですよ。うん ただ、来季まで時間があるので、他の競技の状況たへとお金とグランプリシリーズ開催国など考慮して、不参加になるかは、また、また、 ロシアが財政悪化でもフィギュアだけにはお金をはたえてくるかなというところかなということですね。ここら辺が気になりますよね。まあ、結構ロシアも女子の方が、女子が主にですね、もう国,国民的な、えー、そういった競技になっている気もしますからね。うん、まあでも確かに、まあ、来季ロシアが復活するとなると、まあ、あのボイコットをする選手も出てくるで。ボイコットをする選手たちの影響で、さらにもっと、えー 財政が悪化する可能性も歪めませんので、まああのロシアの選手が出てきたことによって、ファンの方が試合を見に行かなくなるということもありえるんで、そうすると、チケットが取れなかったりするあチケットのその収益が見込まれなくなったりすることもあるんで、まあ、結構考えなきゃいけない部分が入ってるんじゃないかなって思いますよね。うん はい、今日はね、結構、み入った内容入りますよね。あの、します、あの、ですよね。うん。えのー、非常に大事ですからね、真面目に大事ですね。来季の運命、も結構関わっているかと思うんで、とても大事ですね。うん。b n ホラロ野球さんも一とです、えー。その他の強化選手も紹介しよう。まずは男子特別強化選手。えー、っとですね、あの、宇野昌磨、島田幸四郎、友野一樹鍵山優馬三浦佳生、山本草太、佐藤俊吉岡望。 うん強化選手 A が、えー、森口春実えー、片山卓人阿部須崎春也く、うんこの参戦してえーえー、強化選手 B が坪井達也、えー、中村俊介宮家聖男中田理央柿内春えストウ田内聖子ということですねこれ意味でどうでしょうか皆さんえー、坪井くんは A ではなかったっていうところがちょっと気になりましたね片山くんは A ですよねうんはいということですね。 そして、えー、ピア特別強化選手が三浦璃来、木原隆一。これは納得です。納得と当たり前というかね。でアイスタースの強化選手映が小松原美里、小松原武文。で、えー、村本から高橋大輔、うん。シンクロダイエスト強化チーム映が神宮アイスメッセンジャーズということになりますね。アイスダンスに関しては、 体は引退をしちゃったんで、おそらく抜けてしまうと思いますが、小組が、えーとねえー、強化選手 A ということになりましたね。で、今、新しく安ンが、ね、登場しました、田中梓と、えー、西山慎吾組が登場しましたんで、この選手たちが頑張って、ね、来季頑張れば強化選手 A となる可能性もありますので、そこら辺の部分も楽しみに、ね、見ていきたいですよね。うん はい。えイ、ー、前熊さん、よろしくお願いします。カム君、こんにちは。今回の、えー、騒動、えー、炎上騒動について思ったことを言います。えー、何か、翔馬君は、えー、ファンの所有物みたいになっている感じがしますね。すいません。これね、僕もちょっと思っちゃったんでしょうん今回、うん。もし僕なら、自分の彼女、ましてや恋人なら、そりゃ男は全力で守ろうとしますがな。うん。男心が分かっちゃいないんだが。でも仕方ないか。男じゃないんだから。早い花がですね、えー マリンちゃんあ早い話がですね、マリンちゃんではなく他の女性でも同じだったかもしれん。えー、いち、くんファンに怒られそうで怖いけど、もやモやしてワンピース見にお金を使って名古屋組んだり、あ名古屋組んだら、ま、まで来るならですね、いっそのことやめられたらいかがでしょうかということですよね。うん。あのね、だからファンの、その、まあ、ファン、皆さん、タわけじゃありませんけども、その宇野選手のことか、もう本当、スケート というだけじゃなくて、どこまで入り込んでしまっているのかっていうところですよね。うん。まあ、こればかりはもうしょうがなくて、あの、さっきも言ったように、ファンがいる。あ、まあ、昨日も言ったように、ファンがいることによって、まあ、相性であったり、成り立つので、まあ結構難しいですよね。まあまあ、グッズであったりとかも、そのね、まあアイ、アイテムとかグッズとか商品とかだって、そういったこう、アイドルで、アイドルっていうか、まあ。 そういったところで、やっぱりこうね、買われるファンの方もいますので、まあ、じゃあ私はもう買わないっていうとなっちゃうと収益が見込まれませんので、お金がこうね、稼げなくなっちゃうってとこつながってくるわけですよ。だから難しいんですよね。だから僕も安易に口出しができない問題なんですよ。うん。なので、まあ、ちょっとこればかりはさせ、僕はね、もう助けられないです、本当に。助けることができないですね。うん。 もう本当にね、宇野選手のことがそういった意味でも好きだった場合は、もう告白をしに行くしかないんですからね。うん、でもで、まあそういう、そういう、それだけじゃなくそういうわけじゃないっていう人もいると思うんで、ぶっちゃけね、もうこればかりであせて僕はね、助けられないです、本当に。うん、もう申し訳ないんです、本当に。うん、本当ね、 ど,どうしようかど,どうすればいいんだろうっていう感じですよね。うん。でもなんかね、えー、っと、今はちょっと苦しかったりするファンも多い,多いっていうか、で一部の方は、ね、思っている方いると思うんですけども、まあ乗り越えていけますかねうん。ねえ、まあそこら辺もわかんないし、ちょっとどうなんでしょうかね。うん。僕はちょっと困,困,困惑というか、混乱してますね。 はい、えー、マルディンさん、も,もう1頭でございます。新西山慎吾、田中あさのプロフィール。えー、慎吾ちゃんが2002年1月24日生まれですね。えー、東京で170、あ、すみません、まこちゃんですね、まこちゃん。うん、えー、っと,、えー、っと山下真吾ちゃん、あ、慎吾,さんか慎吾ちゃんが、慎吾ちゃんですね。慎吾ちゃんが2002年、うん、1月24日生まれですね。西山慎吾ちゃんですね。えー、東京都で171センチ。樋口豊コーチ。 えー、国内クリケットクラブということですね。うん。え田中あつたちゃんは2005年10月29日生まれで、京都152センチ。うん。浜田えみえ先生、えー、村本さつきえー、さ佐藤三ツアーティの木下アカデミーコーチが。 今期でもカナダでアイスタンスの練習、新しいプログラムをスタートしていますね。応援をしています。楽しみですよね。どんなプログラムを演じるのか。とても楽しみです。で、シンゴちゃんに関しては、結構僕は、えっとね、同じリンクにもいましたので、よく見てましたが、あっという間に抜かされて、もうほんとね、えー、東の、 東の昌磨ってあの時はみんなから言われてましたね。うん。ほんとスケーテーィング、そしてなんか2、3球とかでももうダブルアクセルを飛んでたんじゃなかったかな、確かね。うん。まあ、結構ね、そういう感じで、もう天才というか、でもね、かなりね、えー、厳しくというかね、 あの周りもね、すごく期待をしてたので、かなりやっぱ練習、ジャンプとか特に苦労をしてましたね。うん。そうでもと、特にスピンがね、素晴らしくて、慎吾ちゃんのシェラブールの雨傘をね、えー、川越先生の振り付けだったの方もすごく見てて、あの、とてもね、やっぱりいいなって思いましたね。うん。はい。っていうか、でも、慎吾ちゃんがね、成長して、ね、今、クリケットで練習したりとかね、あの、本当にね、 いろいろ苦労はあったと思うんですけども、アイスタンスで活躍していくってことなんで、いやー、七寸組がね、今、花を、遅く、遅咲きの花を開き始めてますんで、楽しみですね。うん。はい。はい。ということで、こんな感じですけども、いかがでしょうか。まあちょっとね、僕は、まあ不安ではあるんですけども、まあフェードアウトできますかね。でも、どうなんだ結構、複雑な人もいると思うんで、まあちょっとね、あのー、心配ですけどもね。うん。